どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日は最近ちょっとね引っ越しを考えてて、どうせ引っ越すならね海外セレブが住んでるみたいな超大豪邸がいいじゃないですか。ということで今日はあのセレブの街ハリウッドで超大豪邸を建てようというゲーム、ハリウッドマンションタイクーンというゲーム遊んでいきたいと思います。タイクーンシリーズ好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで皆さんやってまいりました、ハリウッドにようこそ。すごい景色だ。ということで今日はね俺の家の引っ越しをねみんなに見ていただきたいと思って、超大豪邸を建てるべくここの土地にね最高の家を作って見てくれてるみんなをね招待したいと思います。ということでこのゲームタイクーンシリーズなんで、1秒ごとにねここの銀行にお金がどんどん貯まっていきます。で貯まったお金をここで回収して、でこのお金を使ってね4ドルでフロア床を買ったりとか、おいいねいいね、ガレージのドア壁とかね、お金を使ってどんどん買っていこうというゲームですよ。こうやってどんどん俺の家が完成するわけですよ皆さん。ということでとりあえずここの報酬受け取ろう。さあどんなものをくれるんだい。お、2700いただいた、ありがとう。そして皆さんタイクーンシリーズで最も大事な、かける2倍ダブルマネーをとりあえず買っていきます。これで1秒間に6円ずつ貯まるようになりました。オッケー、よし、じゃあどんどんこんな感じでお金買っていこう。ガレージのドアをまず買って、お、すげえまずガレージのドアから建てるのちょっと癖強すぎるけど、ま、窓も買っちゃって、窓どこについた、おー、いいね。コラムをサポートよくかかんないけど、この辺いっぱい買っていこう。で多分ね家がどんどんできてくると、ほら1秒ごとに16秒とか、この1秒ごとに手に入るお金も増えていくので、しっかりとお金を使いながら自分の家を大量に作って、待って、なんか高級外車みたいなのあるんですけどガレージ用の装備も作っちゃって、メカニックを雇用、なんか誰か雇えんのかな、雇おうか。じゃあメカニックさんこんにちは、俺の車とかの手入れをしてくれる人っぽいね。まだ車持ってないから、車ゲットしたら帰ってきてねって言ってたけど、あ、すげえ、見てバックナンバーっていうの、こういうのナンバーとかあるんやけど、あ、なんかケチャップじゃないな、さすがにさすがにこんなところにケチャップは置かないやろうけど、おー、しかも3万5000円でこのハッチバックっていう車買えるんだ。ちょっと高いな今のところ。コラムをサポートどんどん買っていこう。でもまずは土台作りが大事やからね、ここら辺の壁とかもいっぱい買って、ペイントいいね、ペイント、うわー、おしゃれな家。うわ、俺こういうさでっかい絵画買ってみたいんよな。別にねあんまりめちゃくちゃ絵が好きっていうわけじゃないけど、俺なんかかっこいいやんこういう。うわー、いいねいいね、天井何もないけど。でちょっとね足速いのも買っていこうか、足速くするやつ、ダブルスピード。お、なんかみんな夜になってきた、かっこいい。あ、これで足速くなったね結構。これもついでに買っちゃおう、自動収集。これを持ってることでわざわざねここに取りに来なくてもお金が勝手に貯まっていくってやつやね。みんなが寝静まった頃に俺は建設していこう、どん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 。ペイントまたあるね、窓、大きな窓買っていこう。グランドピアノ、うわすげえ、ピアノ弾いていこうか。お、いいね、朝日も昇ってきたし、ちょっとめちゃくちゃ、うっ、ボーリング場できてんけどみんな、やばい、ボーリング場、さらにライトもつけてって、うわすげえ、家にボーリング場とかマジかっこいいじゃん。あ、待って、なんだ、あ、お金足りなくなってきたんだ。ちなみにここにある 7% って出てるのが今どれぐらい家が完成したかってやつやね。今まだ 7% しか完成してないよね。とりあえずじゃあ建てれるところはどんどん建てていこう。クローゼットの家具、背景、おお、いいね。てかさ、これさ屋根まず作らない、屋根どこにあるんだ。お、庭師を雇う、庭師はちょっと欲しくない、庭師こんにちは、おお癖の強い庭師だな。お花畑を解除したらまた来てねって聞いてるね。お花畑どこにあるんだ、この庭師の後ろにあるのが、これがお花かな、これをゲットすることでお花、あ、お花来た、これで喋りかけると、君の屋敷の周りに違う花を植えてほしいの。はい、じゃあ植えてほしい。どんな色の花を植えてほしいか。俺はね、やっぱブルーが一番好きなんで、ブルーにしよう。あ、来た、ブルー、青色になった。ありがとう。ここでお花の色変えれるんだ。すごいすごい。他の何かとかもあんのか？あー、他の色もあるんだ。じゃあピンクとかにしてみる。あ、すごいすごい。これで一気にピンクになるんだ。ありがとう。まあけど、でもとりあえずここら辺のやつをちょっとやっていきたいんで、ゲームテーブルとカウンターの椅子、すごいすごい、ペイント、ホームシアター、うわ待って、家に映画館できたんやけど、家に映画館ある家なんかあるの逆に聞きたいんやけど俺。ペイント、すげえ、家にさ映画館あったらちょっと俺はもう本当にみんなを招待するわ。うわー、かっこいいな、やっぱ家にお金かけたいよな。
見てみんな、もう結構大きくなってきたぞ。まだ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 どんどん作っていくよ。カウンター、カウンターの椅子。あ、ちょっとお金足りなくなってきたけど。チュロスタンド。おぉ、チュロス？チュロスなんかもう俺家に作っちゃった。マジで、かっこよすぎる。スムージー。あー、スムージーは毎朝食べたいな。カウンターの椅子とかも作っちゃって。もう結構さ、豪華になってきたぞ、すでに。こっちじゃあちょっと開けてみる。シアター、ホームシアター。豪華な客席も作っちゃって、ライトも作って。わー、すげー。テレビ使える。お、すごい。みんなもね、ここ来たら、この大画面で俺の動画を見てほしいなと思います。常に24時間、俺の動画ここで流し続けるわ。よし、じゃあホームシアターを出て、この辺は結構もうクリアしてきたから、こっち側立てていこうか。壁とか、ドア、ペイント。このちっちゃい部屋はシャワール、あ、ここシャワールームなんだ。あ、すごいすごい。ちょっとお金がなくなってきたから、頑張って働いてくるわ。よし、みんな、マクドナルドでアルバイトしてきました。24万円ゲットしました。都会のマクドナルドかな。で、ここら辺でもう一気にちょっと解除していこう。流し台、ゴールドトイレ。うわぁトイレ、俺、ゴールドなんですよ、皆さん。黄金でできてます、俺んちのトイレ。遊びに来てね。シャワー、あー、シャワーとかもしっかり出る。すごいな、このタイクーン。よし、じゃあ、外側もどんどん作っていこう。ドア、家具セット、スタジオ。あ、スタジオはちょっと欲しいな。あー、すごいすごい。ここでじゃあ実況でも撮ろうかな。なんかずっと水流しっぱなしかも、俺。あ、やばい、ずっと流しっぱなしだった。やばいやばい、ちょっと電気代じゃないわ。水道代もったいないからね。なんかずっとブンブン言ってないけど、これ何の音だ？なんか誰か来てる？なんでこんなところに車あんの？てか誰か乗ってるじゃん、やっぱり。こんにちは。俺の家に遊びに来たの。ちょっとね、まだね、完成してないよね。完成したら遊びに来てくれ。この子どっから来たんやろ？ちょっと俺も車ゲットしたら見に行こうか。他の家。めちゃくちゃここいろいろ作れるな。ドアにさらにペイント、映画ポスター、ランプ。オッケー、一気にも作っちゃう。おら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 。天井。あ、やっと天井作れる。来たやっと作れるよ、天井。今までなんで天井作れなかったの、先に。シャンデリア、いいね。スピーカーも作って。すごいすごい、みんなめっちゃいい感じになってきた。ここでみんなとなんかカードゲームとかしたいわ。うわ、最高の家だな、ここ。見て、いっぱいシャンデリアつけたみんな。そろそろこれ買えるね、ハッチバック。これ買っていこうか。オッケー。お、車のカスタマイズ。あ、かっこいい。色変えれるんだ。おー、なんかこれかっこよくない？これにしよう。これで再生を押すと、あー、すげー、かっこいい。乗れた、みんな。オッケー、じゃあみんな行こう。うわ、すげー、超かっこよくない？俺の車。いて。じゃあちょっと他に誰がいるか、ちょっと見てみる。他の人の家もちゃんとあるわ、やっぱりみんな。うわー、隣、お隣さんもすごい豪華な家だな。ちょっと街に出てみる、じゃあ。おー、ちょっと待って。やばい、スリップした。街に出てみよう。ハリウッドの街並みやからね。すげー。ハリウッドといえば、みたいなやつあるやん。なんかハリウッドってでっかい書いてる看板みたいなやつ。やばい、みんな。車、溝にはまった。やばい動けなくなった。やばい、帰れなくなっちゃった。歩いて帰るしかなくなった。こういう建物とかさ、入れんのかな。あ、さすがに入れないか。高速道路とかも乗れんのこれ。うわ、すげえ。なんかただのタイクーンじゃなくて、めっちゃしっかりしてる、このゲーム。このゲームめっちゃ広いな。こういうところに住んでみたいよな、一回。すごいぞ、みんな。あ、いて、やばいやばい、あー、やばい、事故った。他の人の家も結構あるみたいやね。やっぱお隣さんとは仲良くしていきたいからね。よし、まあけど自分の家もね、しっかりと大きくしていきたいんで、ちょっと戻って建設作業途中あったんでやっていこう。階段、あ、待って、2階とかあんのか。まあでもとりあえず1階全部完成させたいから、1階を行こう。ライト作って、マグネ、あ、ここベッド、あ、ここベッド、あ、みんなゲーミングセット来た。ここでじゃあゲームし、あ、てか俺んちと同じ感じだな。俺ダブルモニターでやってるんで、今ちょうどこのゲームでゲームしてて、こっちで収録してるって感じやね。収録ソフト立ち上げてるって感じやね。いいねいいね。ここでじゃあゲーム実況とかもしたいけど、ちょっとこの部屋広いから、声反響しそう。ちょっと良くないかもしんないね。実況には向いてないかも。けどみんな、これで1階部分は完成したかな。あ、違う、こっちにはまだあるな。最も好奇心の強い木を植える。何これ、意味がわからない。え、30秒後にまた帰ってこいってことかな。この木がどんどん育っていくみたいな感じなんかな。すげえ。いいね、ちょっと楽しみが一つ増えたね、これで。ここから2階に上がっていってフロアって感じか。オッケーオッケー。じゃあこれで壁作っちゃって、ドア、ペイント。あ、木を収穫する準備ができてます。帰ってきたよ、木くん。
ああ、なるほど。今の段階で売ると2円ゲットできるんだけど、売らずに成長させることもできると。成長させていこう。木が成長しすぎるの忍耐強く許してくれます。これでどんどん木を大きくしてって、最終的に売った時の値段が上がるって感じか。あ、パニックルーム警備員雇ってみようか。パニックルームはね、大事やから。これね、防犯とかなんかあった時にすぐ駆け込める部屋みたいな感じやね、パニックルームは。だから泥棒とか入ってきたら、ここにとりあえず逃げ込むと絶対に外からは入れないみたいな感じやね。ここにもゲーミングパソコンついてるな銃あるんやけど、パニックルームに。この警備員さんで、私はあなたの警備員です、あなたの安全を保ちますと。パトロールに行く自分のことを教えて。ちょっと君のことを教えてくれ。私の名前はリコ。私は今まで住んでいた中の最も真剣な警備員です。本当に怪しいな。私はかつて世界中の政府に雇われていた秘密諜報員だった。嘘つきの匂いがするな。けど政府のみんな僕のスタイル気に入らなかった。僕は反逆者すぎてルールなんてどうでもいい。僕は自分のやり方怖すぎるやばいやつだったかもしれない。私はただの私立警備員になったと。で、今は俺の個人警備員と。パトロールに行っといてくれ。よしよし。でも君はなんかすごい忠実な部下って感じがするから、頑張ってほしいな。ちょっと絶対に誰も寄せつけないでくれ、俺の家を。友達の安全俺守りたいから、一番に。椅子、ドア、あー、よしよしよし。これでパニックルーム完成したね。うわー、てかこの辺めっちゃ高いな。おー、でもこの辺はあれだな、リビングっぽい感じするね。オッケー、家具セット、いいねいいね、すごいいい感じじゃない。これ2階上がるの大変だなっていうか、冷静にやばいこれ分かった。なんでここにね、ほら、低重力があるか。俺今気づいた。これで一気にジャンプできるようになったりするんだ。これで低重力、あー、ほらほら、来た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 。これでジャンプが大きくできるから、これで一気に2階とか上がりやすくなったって感じか。これは結構大事だな欲しいな。次の部屋もどんどん、キッチンかな次は。オッケーオッケー、キッチンもじゃあしっかりと立てていこう。待って、キッチンにもゲーミングモニターあるんやけどいる？キッチンに。あ、てかこれキッチンじゃないじゃん、普通にベッドルームだ。さらにじゃあキッチン、こっちがキッチンになるのかな。キッチンの床、うわ、なにこれ。あ、シェフだ。あ、ここじゃない、やっぱりキッチン。しかも専用のシェフとかもいるの、もしかして俺の家に。最高すぎる。こんにちは、何お願いしますか。じゃあね、うわ、ピッツァいいね。いやでも俺サンドイッチめっちゃ好きなんで、サンドイッチちょっと食べよう。ありがとう。あ、食べれる、いただきます美味しい。俺ちなみにね、めちゃめちゃパンとかサンドイッチ好きなんで、お昼ご飯大体ね、なんかちょっと近くのスーパーのサンドイッチ屋さんとかめっちゃ行っちゃうね。芝生とか作れんの？椅子と映画館？え？プール？来たぞみんな、プールだこれ、水、うわすごすぎる。ここでさ、ほら、大画面スクリーンもあってプールもあって、最高の家だよ。なんなんだこの家は。プールハウスも作っちゃおう。じゃあドアいいね。テレビ、もうテレビいっぱいじゃん俺の家こんなに見ないだろ絶対に、テレビこんなに置いてさ。でも友達来た時用に、もうなんか友達とか住ませれる用なんかな、これは。誰か住めれるよな、ほら。一人用じゃない、明らかに。この水が通ってる感じがすごいいいな。よし、じゃあみんな、ちょっとさらにお金をゲットするために、アルバイトしてこようと思います。みんなの高評価の分だけアルバイト頑張りたいので、高評価とチャンネル登録もよろしく。高評価ありがとう。80万円ゲットしました。みんなの高評価のおかげでね、いっぱい頑張れました。じゃあこれで2階の部分も結構頑張って作っていこう。まだまだここら辺いっぱい余ってるからね、ラグマット、窓とか、ほらこの辺ね、いっぱいまだ余ってるよね。グランドピアノまた置くの俺んちにプールサイド、あ、ジムとか作っていこうか。じゃあ、あ、やばい、なにこれ、足湯みたいな。うわ、最高じゃんここ。ちょっとプールに使ってるっていうのがポイント高いね。じゃあちょっとここでジムも作っていこうか。ジムのドア作って、とりあえずオッケー。うわー、こんな景色いいとこでジムできたら最高やろうな。いいねいいねいいね、どんどん作っちゃおうよ。おら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 、シャワールーム、お、ジムにシャワールーム、ここにシャワールームいる普通にちょっと歩いたら自分の家のシャワールームあるのにな。めちゃくちゃいい感じになってきたぞ。どん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 まだまだ作っていくよ。ラグマット、家具セット、ランプ、いいね。壁、いや壁大事なんよねなんか壁がね、いつも遅いんよね。天井とか、天井早く、お、待って、暖炉だ。うわ、暖炉欲しい家に。え、でもこんなとこにさ A 置いたら危なくない、下暖炉やのに。暖炉切り替え、切り替えれんのこれ。あー、なるほど。うわ、めちゃめちゃいい感じじゃん。最高だ。ここでさ、みんなとちょっとさ、まあ、ちょっとあったかい紅茶とか飲みながら、みんなとさ、今日はこんなことあってさとか、この前こんなことあってさとか、ちょっとチルしたいよなちょっと夢が止まらない俺の。最高の家だよこれ。
いいね。善光寺って、うわ、何これ、何なんこれ、急に和テイストになったんやけど、プールもあれば、ジムもあれば、暖炉もあれば、和テイストのなんかこういう庭もあれば。けど、まあ、みんなが楽しんでくれるなら、いいでしょう。それでもカウンターつって、スムージーステーション。いいね。お、天井来た。天井やっと作れる。オッケー、いい感じだ。お、さらにみんな階段できたぞ。これで、うわ、螺旋階段めちゃめちゃいいやん。螺旋階段ってめっちゃかっこよくない？お、金庫室。うわ、うわ、なにこれ。ちょっと待って、ライトとりあえず作ろう。レンガの壁作って、ペイント置いて、うおー、いい感じだ。うわ、ここに一番大事なものを入れていこう。ゴールドバー。うわ、家にこんな置いてたらさ、ちょっと脱税みたいな感じなんじゃないの、これって。いいのか、これは。まあいいんやろうね。いいからやってるんやから。これでみんな2回もクリアしたっぽいね。うわ、すげえ。今 63% 終わってるね。めちゃめちゃいい豪邸になってきたぞ。よし、じゃあ3回目作っていこう。フロア。安全ガラス作って、端っこから作っていこうか。じゃあこっち側作っていこう。ペイント、窓、植物、橋。橋って何？家に橋立ててるの俺。あ、暖炉は欲しい。暖炉はマジで欲しい。夕食のテーブル。あー、ここでご飯食べれるんだ。あ、しかもこれ和テイストだ。ほら、座敷だ。こっち側はプールの上。芝生。家具セット。うわ、最高の家だ。安全ガラスも作って、家具セット、お花。最高だ、みんな、この家。最高以外の言葉が見当たらない。壁も作っちゃってと。モダンなアート、マスターピース。うわサメだ。やっぱりね、ノーワンサメモードもあるから、しっかりとね、サメも一番大好きなんで、立てていこう。しかもみんな、木もめちゃくちゃ大きくなってきたぞ。何これ。いい感じの木になってるくない？めっちゃかっこいい。じゃあサメのところの前もちょっとどんどんやっていこう。ラグマット。いいね。うわ、なんかこういうわけのわからないなんか置物とか置きたいもんな、家に。やっぱ俺、ちょっとの家にお金かけるの俺ちょっと夢ないよね。うわ、すげえ。屋上の庭って感じか、ここは。これ何億ぐらいするんやろね、この家。奥じゃ止まらないかな。まだまだ家建てないといけないからね。じゃあちょっと外側もね、綺麗にしていこう。家具セット。で、さらに上にも水？ここにも水。おわ、すげえ、めっちゃいいじゃん、これ。うわ、ここで寝て。いや、でもこれさ、窓じゃないわ。天井ないからさ、雨降ったらこの座席とかやばそう。びっちょびちょになるやろうね。よし、じゃあどんどん作っていこうか。こっち側もまだまだやってないんで、作っていこう。壁とか、うわ、端っこ側からどんどん作っていこうか。ペイント、家具セット、安全ガラス。いいね。一瞬にしてお金が溶けていく。やっぱ家建てんのってお金かかるんだな。ほらほらほら、あー、やっぱお金がない。よし、じゃあみんな、さらにアルバイト頑張ります。高評価よろしく。夜勤頑張りました、皆さん。60万円ほど集めてきたんで、さらにどんどん家建てていこう。この家のためなら俺は、あ、なんだ？誰かが遊びに来てる。俺の家に。こんにちは。あ、しかもサメ丸 T シャツ着てくれてるやん。ありがとうね。よし、じゃあ友達も来たことですし、どんどん家を建てていこう。やっぱり植物とか結構作っていくのが一番大事。うわ、またゲーミングコンピューターだ。どんだけ俺ゲーム好きなんだ。まあ、YouTuber なんだよね、俺も一応。ライトも建ててと。オッケー、いいね。おトイレ部屋かな、ここは。で、家具セット、ライト。本棚かな、ここは。おしゃれ。何この、なんかこれ。こんなん俺も家に欲しいわ。しかもこれみんなライトのスイッチとかもちゃんと設備されてる。すごいな、このゲーム。うわ、見て、なんかアートな感じ。すごいアート。巨大絵画とか家に飾りてー。ペイントも作っちゃって、オッケー。結構大きくなってきたぞ。天井、あ、さらに階段とかもあんの。マジか。永遠と建築が終わらない家。最高の家だ。え、でもみんな、そろそろ 91%。 もう終わりだぞ、俺の家。窓、本棚、ライト、ここら辺もいい感じにしていこう。ここは本屋さんって感じかな。本棚、ラグマット、いいね。絶対こんな読まないだろ俺。まあ大体漫画かな。ワンピース全巻とか揃ってると思う、ここら辺で。ここでいい景色を見ながらワンピース全巻読むと。さらにこの上、ドライブウェイ。ここなんだ、ドライブウェイ。え、何ここ。あ、ここでも車買えるんだ。みんな、スーパーカー、マッスルカー、クーペ。あー、すごい、これ全部繋がってるんだ、これ道。ほら、窓を立てて。うわー、すげー。寝具セット、え、ここで寝ることもできるのか俺は。寝具セット来た。ちょっと待って、 99% だ、みんな。あれ、あともう 1%。 これでラストか。これでラストじゃない、みんな。最後じゃないこれ。最後の芝生か、これが。
いやまだか、まだそこにもあるね。これでラストか。ヘリコプターパッド、なにこれ。あ、来たマンション完成しました。うわすげえ、めちゃくちゃ大きい。でもまだなんかあるぞ。ヘリコプターとか買えるんだこれ、すげえ、めっちゃ豪邸。ついでに木もね大きくしてあげよう。オッケー、これでなんか木が大きくなるっていうか岩が大きくならなかったか今。ということで皆さん完成しました、俺の新しい家になります。見て、超大豪邸、最高の家じゃない？夜の雰囲気もすごい良くない？みんなちょっとみんなにね俺の家紹介していきたいなと思います。ざっとこっから入ってくると、まあ玄関でね、みんなもねここに車止めてください。遊びに来たらちゃんとね整備員さんもいるんで挨拶しましょう。で玄関から入ってくるともうすぐに遊べます。卓球できたりね、これビリヤードかな、できたり、ちょっとお腹減ったらねここでチュロスも販売してるんで販売はしてないかな、食べていいよ勝手に。でここら辺でねボーリングとかしてみんなで遊んだりとか、こっち行くと見てください、映画館です。でこれで俺の動画をずっと見れます、みんなにはね。でまあちょっとお腹減ったらチュロスとか食べて、でこっちにスムージーとか用意してるんでスムージー食べますと。でここトイレなんで皆さんおトイレ行きたくなったら行ってください。でここはね、ミュージシャンとか音楽好きな人がまあ遊べる場所ですね。でまあこっち行くとまあちょっとした休憩所みたいな感じなんで、ここで寝てもよし、ゲームするもよし、最高の部屋になっております。むちゃくちゃいい部屋じゃない。しかも2階に出るとさらに美しい部屋が待っております。お、なにこれ、こんな石像俺立てたっけ石像立てたか分かんないけど、まあ、ここに金庫部屋もあるんでね、大事な人をここに閉じ込めたいと思います。でここでこう行くと、まあ、ここでねみんなでご飯食べたりとか、まあ、ジュース作る場所があったりとか、和風の場所があったりとか、ここら辺でねみんなでチルできたりとか、さらにジムも完備してて、ここでみんなで温泉よ。これ温水プールにしてるんで皆さん安心してください、あったかいですこれ、冬でも入れるプールですこれ。でまあねこういう漫画部屋とかもくぐり抜けて、さらに屋上、ここ螺旋階段を上がっていくと綺麗な庭、もうここでねみんなでキャッチボールします。俺はここでみんなとキャッチボールするためにこんな大きい部屋をね借りました。ということで皆さんいかがだったでしょうか、俺の新しい新居紹介してみた動画いつか撮ってみようかな、本当にこの家に住めるように俺もちょっと頑張っていきたいなと思います。みんなもねこの家遊びに来たいなと思ったら高評価、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録もよろしく。高評価をしてくれたみんなにはこの家を自由にね使っていいよっていう鍵をね全員にプレゼントします。よし、じゃあみんな最後はヘリコプター買っていこう。ヘリコプターすげえ、これ免許とかいるんじゃなかったっけ、ヘリコプター。うわすげえ、見てめちゃくちゃ綺麗じゃない俺の家、こう見るとすごい家ができたよ。みんな完成した、ヘリコプターもね作れたんで、みんなもぜひ遊びに来てください。ということでこの動画楽しんでくれたら高評価とチャンネル登録もよろしく。また明日、バイバーイ。